はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はウクレレ持ってないんですけど、これのご紹介です。はい、これは、何かと言いますと爪ですね。爪の先をメンテナンスする、道具なんですけど、こうやって電動の電動ドリルみたいな感じで電動で動きます。それをこう爪に当てていただいて、こう研磨するものですね。はい、爪切りで切りますと、このアロンアルファで塗ったところ、貼ってあるアロンアルファごとベリーンって外れたりですね、ヤスリでこうやって擦ってたんですけども、なかなか削れない部分もありまして、これだと電動ですので、こうやってウィーンで回してスーッと当てると、今当てないんですよ実際、はい、爪の先をいい感じに削れます。はい、充電式で、ここに LED ライトもついてますので、手元が明るく見えて、ウィーンと削っていつもいい状態に整えると。でただこれだけで削ってしまうと先っぽがザラザラになります。でこのザラザラっていうのは、弾く時に抵抗になりますし、音もこう弾いた時にガリガリってなるんですね。これをツルツルに、する、それが今度こっちなんですけども、こういうものですね。これダイソーで買って最近見かけないので探してるんですけど、一番こう、これヤスリで順番にだんだんこう、細かくなっていくんですね。はい、それでやりますと、まあ、この先っぽをこうやって削って、ちょうど平らにします。そうするとこれで滑らかにする。で次の色でまたもう一段と滑らかにして、で最後ツルツルにするという風な、これでツルツルにしますと、こう弾いた時にですね、引っかかりもなく非常に滑らかに弾けるんですね。これがないとですね、この速いスピードで弾くのに引っかかりが出てきますので、毎回必ず弾く前には爪をちょっと調整してから、弾くようにしてます。で今回ご紹介するこの電動のやつなんですけども、この大きなやつの他に、細かいところですね、削れるものと、あとは、ちょっとザラザラしたもの、あとこれ子供用の爪のやつみたいですけども、順番に粗いのから細かいのっていう風になってます。ただやっても指先はザラザラします。はい、このセットだけでツルツルさせようと思って買ったんですけど、それは無理ですね。ですのでこのセットは爪の先伸びたのを短くする、その使い方でしか今 BG は使ってないんですけども、そこまでツルツルにするのはやっぱりさっきのあれでこう細かく微調整をする方がいいかと思います。ここにも一応仕上げ用のこういうパフ的なものもついてるんですよ。フェルトみたいなのが貼ってあるんですけど、でもこれでやっても熱を持つだけで、これでやったツルツルにまではならないです。はい、ですのであれで大まかに削って、でこれで表面整えて調整してるというような感じで使っていただくといいと思います。爪を切らなくても短くすることができるというのをですね、重宝するんではないかなと思います。で充電はマイクロ USB ですね、お手持ちのマイクロ USB でもできます。これにもセットで付いてたんですけど、こういうのが1個あってもいいんじゃないかなと思います。爪の先整えるのにですね。はい、 DJ のウクレレ講座、今回は爪が伸びた時カットするんじゃなくて、ヤスリで綺麗に磨きましょうというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。結構今のやつでさーっと綺麗に削れますよ。あっという間に。はい、やってみてください。またお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない、いつもいつまででも。